どうもこんにちは、松井塾の松井ですという形になります。他人に批判されないいい方法という形になってきます。はい。まあ、皆さんね、他人に批判されたり、まあ、私も別に批判されたくてされたくて仕方ないですっていう人ではないんですけど、他人に批判されないいい方法っていうのは一つだけです。はい、一つだけです。他人に批判されないいい方法は何もしないことです。はい、もう何もしなければいいですね。何もしなければ大体他人から批判されることはないです。ところが、いいですか、皆さん。普通に生きていた場合は、要は文化祭にしろ、体育祭にしろ、要するに何でもそうなんですけど、何か物事を動かすときっていうのは、必ず他人に批判されます。いいですか？他人に批判されて生きていくというのがそういうことなんです。100人いたら、100人ともみんな、要するにあなたのことが大好きですよっていうふうにはなりません。いいですか？絶対に誰かに批判されます。いいですか？で、誰かは絶対誰かのことを嫌いになります。100人いて100人とも好きだっていう人見たことないですし、100人いたら100人ともに好かれるっていう人は多分いないです。草野さんぐらいですか？世界不思議発見の司会者の人ぐらいじゃないですか？はい。それでも多分反感持ってる人はいるかもしれませんね。はい。で、ここでポイントになっていくのは何かっていうことになるんですけど、他人に批判されない良い方法は本当に何もしないことなんです。しかしながら、何もしない人生だったら何も成し遂げることはできませんっていうことになります。いいですか？だから、ある程度の批判は受けてくださいということです。はい。で、ある程度批判されて、はい、批判され続けますから。はい。で、批判されたら、もうしゃーねーなと。言われたでもしゃーないなというぐらいの気持ちでいないと、学校生活にしろ、仕事場にしろ、まあ、企業でも、何でもいいんですけど、もう絶対的に批判されるというふうな形で思っといてください。だってそうでしょ。皆さん見てもらうとわかるんですけど、ホリエモンとかホリエモンさん、ホリエ高文さんですね。ホリエモンさんに関してもそうなんですけれども、別にその、別にライブドアの株を買っていて損失を出した人に批判されるんならともかくとして、別に何も悪いことをしていない状況で、普通に YouTube 動画撮って、なんか言ってるだけで、まあ批判コメントって出るわけじゃないですか。で、YouTuber の方々でも基本一緒じゃないですか。300万人とか400万人とか200万人とか、すごい数の要するに登録者数がいて、すごい勢いで支持受けてる人であったとしても、必ずアンチコメントはあるわけですね。わかりますか？で、それをいちいち気にしていたらですね、まあ何もできないですね。何もできないので、ある程度の批判っていうのは、まあ受けなきゃ仕方ないよね、というふうな形になりますということです。で、まあ批判されたら批判されたで、まあ反省して、まあ、ああ、そういうところ悪かったよねっていうふうに思って、まあ次に進んでいくという形になります。だから、まず他人に批判されない良い方法について知りたければ、まあ何もしないことですね。何もしなければ何も起こりませんから、成績なんか上がっていくわけないですから。はい。という形になっていくんで、他人に批判されない良い方法は何もしないことという形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。